ダメこれ。え、ルーシーファイル、ルーシーファイル。大好き。大好き。花見来ました。てかさ、雑なのよ。舞鶴公園打ち合わせって言ってさ、みんなバラバラにいてさ、合流するのにさ、20分かかってるからね。めっちゃ歩いたよ。もうすでに30分ぐらい押してるんで。そうなんだよ。どうしてくれんの。ただね、桜は綺麗だよ。やっぱ今日ね。七分咲きぐらいなんですかね。まあなんか、多分早咲きの桜は結構咲いてるけど、まあ、これからもどんどん満開になっていくんじゃない？え、でも花より団子でしょ。花より飲みっしょ。今日なんか珍しいスタイルですよね。え、珍しいスタイル。そう、なんか花見って言われて、まあ歩くと思ったからちょっと楽な格好できた。絶妙な洋服いつも着てますよね。あ、そうそう、絶妙な、ね、そう、なんかね、考えたくないの、コーディネート。私はその時間が私無駄だと思ってる。行こう、早く行こう、飲み足りない。行きましょうか。うん、飲もう。危ない現実かやれません。美味しい匂い渋滞してるよ、ここ。最初のホームちゃんと、ね、ここの通りとかめっちゃイカ、イカ焼きなんだね。公園桜グルメエリアだって。え、めっちゃ夜までやってるよ、これ。あ、すごい。11時から10時まで、9時半オーダーストップだって。あ、ナービーラタ、やっぱドリンクコーナーあるんやね。すごいっすね。あ、結構充実してる。すごい。あ、キクサ、キクサ、なんだろう、キクサ、お金マン。そうだ、お金マン。もうスタッフのことお金マンって言ってるよ。プロデューサーはやっぱ、ね、そう、プロデューサー握ってるから。やばくない、もうみんなお金マンで。嬉しい。これのんべえにもたまらないんじゃない、このラインナップ。待って、大きさ選べるよ。レギュラーかメガか。あ、メガある。まさかね、その頼むわけないじゃん。まあまあまあ、そんなさ、そんなさ、だって昨日も飲んでるしさ、そろそろ落ち着いた方がいいじゃん。昨日何時間でしたっけ。10時間。生ビールのメガで、はい、生ビールのメガで、はい、メガいってるよ。だって明日から4月でしょ。確かに新年度やろ。やっぱガソリン入れて活気つけんと。ガソリンやってられないから。メガお待たせしました。はい、ありがとうございます。めじゃあ行ってきまーす。よっしゃー、カモのスモークレープ。あーめ、やべ、ちょっとメニュー見ながら飲めるわ、これ。あー、唐揚げ、串カツ、あ、飲めるわ。バターチキンボール。あ、すいません、このバターチキンボールって何ですか。バターチキンボールっていうのは、はい、チキンのミートボールをバターで炒めて、うちのバターチキンカレーを絡めた桜祭り限定のメニューです。え、そうなんですか。めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいですよ。私もビールに行ったりです。はい、合います、合いまくりです。僕夜見ましたよ。夜、あの、はしごだけするやつでしょ。あ、そうです。見てます、見てます。見てるって。え、当たり前じゃないですか。大好き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 。嬉しい、ちょっとみんな大好き。あ、大好き。みんな大好き。ありがとうございます。みんな大好きだよ。ありがとう。うわ、カレーの匂いやば。すみません、お姉さん、ありがとうございました。すみません、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。うわ、どうしよう。うつりしちゃいますね。うわ、でも牛タン行きたいな。牛タンです。我らが地元の仙台、仙台で、仙台の牛タンみんなに食べさせたい。年度末ですからね、本当最終日ですから、ね、そうなのよ。本当っすね。明日からね、また後輩も入ってきますから。そっか、私6年目だ。そうですよ、もうだいぶ中堅の方に。いや、まだ新人。新人がこんなビール持たないからな。持つだろ。1年目からこうだったぞ、お前。どうでした？
もう明日が6年目ですけど。いやでも社会人はもちろん辛いことも大変なことも皆さん共通してあると思っていて、でもプラスアルファでやっぱ楽しいことはめっちゃある。しかも人生長いからさ、もう自分のやりたいことやってればいいんじゃないって思っちゃう。だから飲んでる。そもそも自分が棺桶に入るって考えた時に何をしなかったことを後悔するかを自分軸に考えるわけよ。そうしたらおのずと選択肢は見えてくるはずよ。塩とどうも佐藤です。酒飲んじゃって、酒飲んじゃってこんなこと言っちゃって牛タン、これで飲める。牛タン4本いっちゃう？高いよ、大丈夫？1本さ、1100円だけど大丈夫？油さん大丈夫？火がいないから大丈夫。お金マン？うん、大丈夫じゃないですか。お金マンいないから大丈夫。もうもしダメだったら給料天引きだわ。牛タン串を4本、牛タン串4本、はい、お願いします。牛タン串4本、4400円でございます。ごてん、ペイペイチ、イエーイ、牛タン串ゲット。結構でかいっすね。やばい、行こう。買ってきました。じゃーん。こちらがバターチキンボールです。しかもここの桜祭り限定だそうですよ。でね、これよ。我らが仙台名物牛タン。ちゃんと人数分買ってきました。4本。そしたらプロデューサーが見て。1本だけ、何？1本だけ1人で買ってたもん。ちょっと堪能してましたよね、ね、何なのって感じ。ちゃんと人数分こっち買ったのにさ、お金マンが。そう、1本だけ買ってきたもん、ちゃんと自分のつまみだけ確保してさ。こんなプロデューサーありですか？バターチキンカレーボール、いただきます。カレーや、進む。これもうだいぶないっすけど、あれないっすね。いつの間に。やばいやばい。会員しました。完全に後ろ姿がなんか、え、何、おしゃれなおばあちゃんみたいな。それおしゃれなおばあちゃん、何？意外とそう、おしゃれでしょ。いや、その洋服何？なんでいいじゃん。結構ここなんだろう、普通にいろんなタレントさんとか女優さんとかが洋服とか衣装として発注してるところなの。そういうこと言われると、もう何も言えなくなっちゃうから。だからおしゃれなのよ。だから私が着ると悪いってことでしょ。言いたいことわかるよ。そういえばさ、さっき大阪杯やったんよ。こっそりかけてたんよ。はいはい。見ていい？結果出ました。結果出てる、もう出てる。3時40分だもん、発送が。おステラベローチェっていう私すごい好きなおばさんに単品5000円ずつかけたのよ、はい、であとは人気薄のエピファニーとルージーバユーに単品1000円ずつかけてる。はい、ちょっとレース映像見ていい？結果見ないから、結果見ないから、はい、桜祭りで競馬見るって。 いいじゃん。14000円。おお、さあカステラがどんな感じなの？ちょっと待って、うるさい。いける、スランスラン、ベロンチェ、あ、ローシャムパーク、ルージーバイルージーバイル。え、待って待って、え、マジで待って、3着の13番ルージュイバイユ、私買ってるんですよ。11番人気40倍、え、副賞買ってる。7300円当たった。でも買ったのは14000円。ダメだ、ガミた。ガミた。勝って負けてますよね、いつも。半分だわ、半分。うまい、元気出た。仙台感じてる今。やっぱ懐かしいっすか。広瀬川
流れる岸辺、思い出は帰らず。淡路恋歌知らない。言えないの佐藤宗一さんの。知らない。知らんの。知らないです。ダメだね。異常な仙台愛ですよね。歪んだ愛なのか。グロみんな知ってるかこれ。あ、そうですか、うん、え、なんかつまもうよ。何飲む。何行く。ポテトいか。ポテト行こうよ。え、めっちゃあるよ。すごい。チーズ、バター醤油、バーベキュー、サワークリーム、チーズ、コショウ、塩、コンソメ、ケチャップみたいな。やばたこ焼きも買っちゃったし。え、ピヨンやる。ピヨン、なんか流行ってたやつ。ピヨン、ピヨン、ピヨン、ハットグ、モッツァレラチーズハットグ一つお願いします。はい、はい、お兄さん、はい、あ、私 YouTube やってるんですよ。あ、これ見てました。え、見てます、はい、結構あの酔っ払ってやさぐれるから酔っ払ってやさぐれてる。え、聞いた。イエーイ、万博行こうぜ。ピヨン初めてかも。初ピヨン。初ピヨン。あ、結構ずっしりあるのねこれ。ダメだこりゃ。めっちゃつきまくりね、いろいろ。こんな大変な思いして若い子やるのね。そうですね。どう？合ってる？ウサインボルトかと思いました。うん、ウサインボルトだと思った。どうですか？これがピヨンね、はい、女の子とか若い子やるやつ。これあと大変じゃない？大丈夫？あの子たち来月餃子やるらしいよこれ。さっきビラ見たんだけどさ、餃子って美味しいよね。いいっすよね、うん、もう予告します。この期間皆さんもね、はい、出没します。お願いします。これであの舞鶴公園さんとズブズブになろうよ。佐藤大式オフ会できるように。大式フェスね。そう、大式フェスできるように、ね、うわー、開演しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、お疲れ様。今お疲れ様って言ったよね。お疲れ様でした。は、でもさ、飲み足りなくない？もう雨も降ってきたんで、うん、中で飲もうよ。しましょう。は、中で飲めんだろ。はい、2回目決定。イエーイ。絶対帰れない。返すから9時まで返すって言ってるじゃん。あー、ひらべさん。ひなー